はい、皆様こんばんは。ラジオカロスの斉藤渉のマジトーク&生バイオリン演奏を始めさせていただきます。なんと今日は実は8月4日ではないんですよ。実際は、今は7月30日の火曜日夜9時なんです。というのはですね、今週日曜日は僕は友達の結婚式にてブライダル演奏をしなくちゃいけなかったんですよ。なのでその時間帯が被ってしまったので、平日にこうため録ということで、今ラジオカロスにて、A スタジオっていうんですかね、そこで、ため録をしております。でいつもはミキサーのみっちゃんという方、違う、逆、いつもは佐藤さんという方にお願いしてるんですけど、今日はみっちゃんという方にねお願いしております。みっちゃん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはね、現在収録でお送りしておりますよね。はい、はい。で今日はね、いつもその0分にスタートしてるんですけど、実は今9時10分とか中途半端にね始めましたので、ストップウォッチとねにらめっこしながら今ねやっております。だからね、いつも電話ゲストさんだったり、その直接ゲストさんもいるんだけども、その時間の合わせをねいっぱい考えながら今日は進めていこうと思います。第一 CM は20分ぐらいなんですけれども、それまではいつも通り僕のね今週の出来事みたいなことを話していこうと思います。先週今週と世界水泳ってあったじゃないですか。僕もアスリートとして水泳ね習っていたので、ちょっと気になって、見ています。つい先週でしたら、フィギュアスケート、嘘、かなり嘘ついた、フィギュアなんていうの、水泳、フィギュア水泳合ってる？アテルミちゃん、フィギュア水泳、はい、フィギュア水泳ね、ロシアやっぱりすごいですよね。スケートなわけないよね冬やねんそれってね。で今僕水泳好きなんで、水泳見てたら多種目の萩野さんというね18歳19歳の方、すごいですよね。クロールだけじゃなくてバタフライ背泳ぎも、それぞれねメダルを取ってるということでね、外国の方だったらそういう方いたんですけれども、日本でねそういう方ってね珍しく、これからの期待になるんじゃないでしょうか。でね、北爪浩介さんも決勝に出れました。まだ僕はちょっと結果分かってないんですけれどもね、一応、8コースですか、普通だったら4コース5コースというメダルが圏内のところなんですけども、まあ、北島さんももう30歳ということで、スポーツ生命もちょっとずつは少なくなってきたんですけれども、それでも続けるというね、そのファイトスタイルはかっこいいんじゃないかなと思いますし、結果がどうあれ、見ている側にも元気とかをね、送れることがあるんじゃないかなと、僕はそうやって見ています。でね、その北島さんというかね、僕憧れている人、イチローさんとかね、マリナーズのイチローさん、まあ、今ヤンキースなんですけども、もうイチローさんも今38とか9とかもう普通だったら引退する時、ね、年なんだけれども、あえて続けているっていうことは、その自分にこだわりがあるということなんですよね。それってとっても大切なことだと思うんですよ。まあ、それこそ、まあ、今北島さんとかイチローさんという話をしたんだけれども、まあ、その方々はもう記録というか、いろいろね CM とか出て十分な、やっていけるお金というか、そういうものは稼げたのになぜ続けるのかっていうかね、やはりそこには自分自身のこだわりみたいなこともあるし、それを見ている側にも説得させれるだけのその動きっていうかな、その思いみたいなものってね伝えられるっていうのはとても素晴らしいことだと思うんですよ。それこそマリナーズのイチロー選手なんですけれども、あの時あまり打てなかった時期とかもあるじゃないですか。でその時に普通だったらいろいろ試行錯誤してフォームとか変えるじゃないですか。でもイチローさんは今まで培ったそのフォームを変えずに、その中でこう自分の中で葛藤しながら、打てるように探していくっていうその姿勢で、しかも打てなかった時でも変な言い訳とかせずに黙々とやるっていうね、そういうのって男らしいなって思いますし、でそれがね身になってヤンキースに行っても、こうちょっとしたそのタイミングでもそのチャンスを生かして打てたっていうのはかっこいいんじゃないかなと、まあ僕もそういう風にやっていけたらなと思っております。でね、世界水泳話戻りますけれども、あれ何年前なんだろう、世界水泳のテーマソングってあるじゃないですか。その曲僕も好きでね、ウルトラソウルってね、今目の前でなんかしね、ゲストさんたちがね、写真撮ってるんですけどね。まあ、いっか、そう、ラジオカラス何でも OK ということでね、そのウルトラソウルってね、バイオリンでもちょっと弾けますと、こんな感じ？そ
して君はウルトラソウル、イエーイ、イエーイ、音割れてる、割れた。そこはね、あの佐藤さんいつも頑張ってくれてるので、みっちゃんもねこれをいきなり始まるのでお願いします。びっくりしましたよで、余裕あったらね、ここの時にエコー入れてほしいんですね。いや、エコーね、ドーンってね、はい、第2 CM 明けの時にねお願いしますね。はい、第2 CM の時にね、僕いきなり叫び出すんでね、その時に右手上げたらエコーが始まりますので、じゃあちょっとね試しにやってみますよ。 3,2,1,GO ショラーっていう感じでね、みっちゃんお願いします。はいはい冷静に、はいって言われました。大丈夫かなこれ。うん、いつもこんな感じなんでね、はい、いやでもみっちゃんとこうやって一緒にやるのは4月以来とか、あっていうか初めてなんですよね、実は。そう、うん、うん、ちゃんとはね、そうなんですよ。それこそ初めてなんです。他のパーソナリティさんの時はゲストとして行ったけれども、こうやって一対一的な感じでの、はい、受け答えは、はい、初めてなんです。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いしましょう。いろいろあの至らない点があるかと思いますが、うん、ね、大丈夫大丈夫、僕フォローするから。あ、マジですか、やった、大丈夫、はい、上から目線、ね、上から目線じゃ、はい、じゃ、あ、そうそう、その、はい、うん、それもいい感じなんで時々入れてください。やっぱりまた入れたはい、 OK、 てって面白がっちゃうからね。いや、もういいけど、もういい、 OK はい、っていうことで、皆様の地域、はい、一旦猛暑も明けまして、今、雨の時期だったと思うんですけれども、うんうん、ただ、雨が降りすぎてて、土砂崩れとか、雨漏りみたいなね、現象も、地域によってはあると思いますので、はい、皆様お気をつけてほしいかなと思うんですよ。なので、折りたたみ傘ってね、持った方がいいんじゃないでしょうかね、最近は。うん、僕持ってないんだけどね最近折りたたみ傘でも便利な傘ありますよね、うんうんうん、ワンタッチで開いてみたりとかね。あと風をうまく避けてこう飛ばされにくくなるというか、そう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 、風強かったら、うん、200円300円の傘ってすぐ壊れますからねそうですね、壊れますねすぐ折れちゃいますね。はい、ということなので、皆様その天候には注意しの健康管理ね、やっぱ夏で暑いので水分はね、まめに取った方がいいと思うんですよ。で、僕ジム通いしてるので、その水分の取り方みたいなことも気を使うようになりまして、喉が渇いたら水を取るんではなくて、喉が渇く 2,30 分前に飲んだらね、ちょうどいいんじゃないかなと。で、それから汗をかく方が代謝にとってはいいということなのでね、よろしくお願いしますね。よしね、今日ね9時だから、なんかね、いつもとテンションが違うんですよ。いつもね日曜日のラストだから、よし月曜日に向けてみたいなイメージなんだけど、今火曜日なんですよ実際なんか違うしみたいな、ね、違いますね、はい。であとはやっぱりみっちゃんというね存在は初めてなので、はい、こういつもこうドテッと佐藤さんがいるんだけどドテッドテッていうね、今日はでそれしかできんかいて他に音源ないでってでそうそう、こればっかりってね。オッケー、今日はそれでいくか。うん、あ、そう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 、それ、ブーイング、ね、まあ話ばっかりだったらバイオリンのこと忘れちゃうので、一応僕はバイオリニストということで、第一職業というかね、メインとして僕はやってますので、ここで一曲ね弾こうかなと思います。よし、ちょっと元気の出る曲をやろうかなと思います。そうそう、最近ね、まあもちろんクラシックをベースにしているんだけれども、いろんなところでリクエストくれるんですよ。すると、まあアニメだったり、ポップスだったり、洋画だったり、ゲームだったり、でね、最近タンゴ、うん、ジャズとかタンゴとかね、僕やったことないんだけれども、聞きたい聞きたいって言われたら、やらざるを得ないので。なのでちょっとね、練習今してますので、それ聞いてください。リベルタンゴと言います。ピアソラの。みっちゃん、音源よろしくお願いします。リベルタンゴよ。音鳴ってるんだけど、さあみっちゃん、さあ音を鳴らして。ん、あら、こっちか。そうそうそう、今流れてるけれども、もっと音をね大きくしてほしいんだよね。そう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 、こっち、そう、何、このまま続けろってよし、続けます。
白い、うん、ありがとうございます。ピアソラのリベルダンゴという曲でした。ね、僕タンゴってね、あの聞いたことないんでしょ実は。というのはですね、あの札幌教育大学にてあのバイオリンを専攻して勉強したんですけれども、あのクラシックなんですよやっぱり勉強することは。そうするとあの他のことは勉強しないし、もしもそれをやっちゃうとずれてしまうんですよ、クラシック感覚が。どうしてもクラシックっていうのはこうそれこそ100年200年とずっと続いたものですから。でそれこそまああのジャズとかゲームの音楽とかは現代にねつながっていますので、その現代のことをやりすぎるとなんかちょっと偏りが出てしまいますのでね。僕はで今は僕はそういうことを全部やってるので、ちょっとずつねズレが生じているんだけれども、そのクラシックのね基礎はね絶対にねそのずらさないで面白いことをねできたらなと思っております。まあまず第一曲目ができました。現在ストップウォッチ見てるんですけども、13分15秒ということで、まだもうちょっとあの第一 CM まで時間がありますので、そうだね、他の何か話題ないかな。そう、最近ね芸術にね僕はちゃんとあの勉強してきてまして、今インターネットの時代ですからいろいろ調べれるんですよ。それこそキーワード入れるんですよ、芸術とか美術とかね。で僕ちょっと気になってるのはパブロ・ピカソね、あの一応皆さんも知ってると思うんですけれども、あの美術の、あの抽象画の第一人者っていうのかな、もう世界的な方なんですけれども、あの昔もたまに見てたんですけど、まあぶっちゃけ言いますとあれガラクタに見えるんですよ僕は、あのパブロ・ピカソの絵は。っていうのはですね、あのずれてるじゃないですか、なんかもう顔の絵とかどこに目あるねみたいな、どこに鼻あるねみたいなね。でもずっとねそれを見てたら、あの人はずっとそういうものばっかり描いてるじゃないですか。でもそれはあの人のこだわりがあるからでよって、でしかもあの人はその評価、周りの評価を無視してその自分のアートをねやり続けたじゃないですか。でその評価を得ずして亡くなってから後から評価が出てきたじゃないですか。なのでまあ僕がやってることもまだまだね、あのちょっと人とずれてることをやってるので、なかなか皆様のご理解を得ることが難しいので、あの厳しいところもあるんだけれども、でも僕自身があの納得してるっていうかな、何か確信があるんですよ、これをやり続けたら大きいものができるんじゃないかなってね。なのでそのパブロ・ピカソのね名言とかもちょっとあったので、ちょっと読ませていただきます。まあ、訳されたものなんですけれども、パブロ・ピカソはこのように言っております。芸術は悲しみと苦しみから生まれると。確かにそう思うんですよ僕も。それこそ今日本人はあの優しさとか支え合いとか喜びとかいうね、あのそのキーワードでこうポジティブな考え方をあの保とうとしてるんですけれども、その芸術っていうのはそこからはなかなか生まれないと僕は思うんですよ。っていうのはそのギリギリのラインっていうのは、その人間の、本質的な悲しみとかね苦しみから、その中からその立ち上がるものが生まれる、それこそが芸術に僕は思うので、あの僕は結構まあ悲しみ苦しみみたいなことは、まああまりは表現しないというか口には出さないんですけれども、そのバイオリンとかそのダンスの中でその自分の中でのもがきをね表現しようと思っているし、あの僕自身の中で、あのどちらかというとその孤独、自分自身の孤独とか怒りとか憎しみみたいなものはまだずっと残っているんですよ。だからそのまんま表にね人に伝えても
なかなか理解ってされないっていうか、重たすぎるんですよ。重たいっていうかね、きっとね、伝えた人をね、壊してしまうぐらいね、エネルギーがすごいでっかいんですよ。だから僕はそのことはね、誰にも言わないっていうかね、言いたくなかったんですよ。まあ今もそうですし、言える表現方法は持ってるんだけど、なんかそれを言っちゃうと、なんか消化されてしまうっていうか、浄化されてしまうっていうかね。なので、僕はこのエネルギーを自分の中で何か、一つの点に集中させて、その一つの点に向かってエネルギーを凝縮させて、その舞台っていうかな、舞台に立つその瞬間にそれを爆発させれば、それが続けれれば、大きなステージになるんじゃないかなと、僕はそう思って今活動しております。で、その一つの大きな活動の場としてはストリートです。音大生時代の時はコンサートホールだったりイベントだったり福祉施設だったり、そういうね、演奏活動の場はそれこそ数百ありました。ただその中では誰かとやるじゃないですか。なかなか一人ぼっちでやるものではないんですよ、音楽というものは。なので、その誰かとやるときに、僕はバイオリン担当で技巧担当でみたいな、なんかそういう担当を自分の中で区切ってしまいまして、その後から生じる皆様の喜びとかは当たり前みたいな、なんかね、違ったんですよ。その音楽から生まれる喜びだとか、癒しっていうものに僕はつなげられなかったんですよ。なので自分自身の中で迷いも生じてしまったので、一旦やめてしまう形にはなったんですけれども、今それをやり直したくないんですよ、その同じ過ちっていうかな。だから違うステージを僕は求めました。それがストリートですね。ストリートでバイオリンやってる人いますか？皆さんの周りにいませんよね。なぜいないかと言いますと、そのバイオリンというその楽器は、やはり高価なんですよ。で、高価であり、その湿気だとか雨だとか、ね、ちょっとした衝撃で壊れてしまいますよ。で、それこそ今はちょっと物騒な世の中でありますし、ちょっとした揉め事だって壊れてもね、ほら見ろっていうね、自分自身の責任ですし、たとえストリートでやって見返り、やはり表現者は見返りを求めているんですよ。自己満足だけではなくて。でもそのストリートって、それこそ皆様ね、ギター弾き語りとか、なんか、募金活動とか やってる方、軽ね、何回か見たことあると思うんですけど、皆様素通りするじゃないですか。それと同じなんですよ、バイオリンも。なので僕は、あえてそのね、自分自身でね、体験しました。その体験した後で、どうして皆様は素通りしてしまうんだろうとかね、それを感じていたし、じゃあどうやったら足を止めてもらえるんだろうとね。かといってバイオリンってなかなか激しい動きっていうか、目立つことって難しいんですよ。地味な楽器ですから。だけどその地味な動きの中で自分自身の本気具合をどうやったら出せるかなってね、本当に1秒2秒3秒の世界なんですよ。その何秒かの中で相手の方に自分自身をね、伝えるっていうね、それをね、僕は今少しずつね、分かってきました。何が分かってきたかって言ったら、先ほど言いました芸術ですか。芸術っていうのはそのギリギリのラインのところで、自分の限界を超えるその瞬間ね、僕はね、それが分かったんですよ。まだ完全には分かってないんですけど、その瞬間って、あ、この瞬間なんだなみたいな、それをね、少しずつ大きくしていこうかなと思っております。よし、さあ第一 CM も近づいてきたので、その前にね、一曲軽く弾こうと思います。でね、僕は喜怒哀楽いろいろね、表現できるんですけれども、9月10月にね、 CD というね、一つの僕の形をね、作ろうと思っていまして、その時にその優しさだけだったらみんな見向きしないこと分かっているので、その力強さでね、まずは自分のインパクトをね、爆発しようかなと思って、その一つが、ビバルディ作曲の夏でございます。で、夏をね、今ちょこっと練習段階なんですけれど、皆様に聞かせてさせていただこうと思います。だいたい 50% ぐらいになりました。聞いてください。
です。ということでバイオリンの、ビバルディ作曲の夏をお送りいたしました。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。ラジオカロス札幌ではホームページを開設しております。アドレスは http://www.radiocaros.com。 カロスのスペルは KAROS。 http://www.radiocaros.com、 すべて小文字です。各種検索エンジンでもラジオカロス札幌で検索してください。もう止まらない、止められない、フリースタイルバイオリニスト斉藤渉のラジオは毎週日曜日午後7時から絶賛放送中です。斉藤渉の熱いトークとバイオリンの生演奏番組60分です。爽やかな日曜日のひとときを僕と一緒に過ごしましょう。お待ちしております。はい、第一 CM が明けました。これから、今日のゲストさんの、ね、ご説明をさせていただきます。今日のゲストさんは、またまた7月7日に、札幌の丸山裏参道お祭りというね大きなイベントがあったんですよ。でいつもゲストさんお呼びしているんですけども、またそのおつながりということなので、今日はとってもねお若くこうとってもね元気な子をねお呼びしております。イベントアシスタントで大学生であり、21歳というねこうピチピチな森彩香さんです。森彩香さんです。ようこそ。どうもこんにちは。こんにちは。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、声がねとってもね美しいです。ありがとうございます。はい、笑顔も可愛い。そう、ありがとうございます。ね、後であのブログとかフェイスブックにもねあの画像とか出しますのでね、それで見ていただけたらと思います。さあ森彩香さん、はい、7月7日の時には、はい、どんなことをしていましたか。そうですね、うん、いろんなイベントがありの中で、はい、森さんはなんと、森さんは森彩香さんはなんと何を場の盛り上げ役を頑張って頑張って大事大事大事こうやったりとか、あとは、うん、そうです、モデルさんが困ってないか、うんうんうん、困ってないかとか、いろいろ声かけたりとか、うん、そうですね、いろいろ全体を見て困ってる人がいたら、うん、そちらに声をかけたりとか、うんうんうん、そうですね、あとはほとんど場の盛り上げ役を特にやってましたね。で実際今僕目の前にいるんですけど、はい、あの綺麗なんですよ、とっても。ありがとうございます。なので十分モデルさんでもいけるんやないのっていうね。いや全然ですよ。まあそう思ってますので、あのいつかね、他の機会で森彩香さんが、ね、きっと出てくると思うので、ちょっと名前を覚えといていただけたらなと思います。楽しみにしててください。今はそれこそアシスタントとしてやってるんですけれども、きっとね、はい、もっと表現者として僕は出てくるんじゃないかなと思っております。期待してますよ。はい、女優でもやろうかしら。やりますよ。でそんな中で森彩香さん、どんな活動を今なさっていますか。はい、今私は東海大学で在学してるんですけれども、うん、その地域連携研究グループという3というグループに所属しておりまして、うん、でそのグループでは、うん、札幌市南区の情報を皆様にお知らせしていこうというフリーペーパーを、うん、出しているんですよね。新聞、うん、はい、新聞です。それ、はい、朝日新聞さんの販売店の協力で配布をしているんですけれども、はい、新聞の折り込みや南区の店舗とか大学内に、うんうん、そのフリーペーパー置いてありますので、うん、もしどこかで見かけたら手に取って見てみてください。取りますよ。ありがとうございます。お願いします。お願いします。でそれこそ今あの森さんはいろんなバイトというかアシスタントをやってると思うんですけど、はい、どんなイベントとかにこう参加なさっているんですか。はい、そうですね、今は今度8月の、うんうん、3日に、うん、またファッションショーの、うん、アシスタントとして
出るんですけれども、これってもしかしてあの星様？そうです星様です、ね、はい、星様、津島様、津島様津島ゆり様と星ゆか様、そうです、そうです、そうです、はい、こちらの方と、はい、はい、あの方々すごいんですよ。この前記事見ましたら、はい、フェラーリの車のファッションショーに出てたんですよ。ね、びっくりしました。フェラーリですよ、フェラーリ。実は僕もフェラーリ持ってるんですけど、かっこいい、かっこいいですよ。っていうのはですね、今スマホのカバーってあるじゃないですか、はい、そのカバーを僕は見栄を入ってフェラーリのねロゴが入ったねものを買いました。すごい。普通2000円とかじゃないですか、はい、これ4000円したんですよ、一応フェラーリが出したらしくてでも一応本物ということで、かっこいいですね、そのケース、はい、身を張らせていただきました、うん、今度ね、はい、ブログフェイスブックに出しますので、はい、写真を撮りましたので、はい、ご覧ください。はい、はい、すごい、フェラーリを持ってます斉藤渡るっていう、かっこいいですいずれ本物持ちたいですおーいいですね。あ、でもね北海道フェラーリダメですよ北海道ではね乗れないですね。ダメダメ、冬ダメです。冬ね、ガカガカガってね擦りますからせっかくのフェラーリ台無し、そうそう台無しということで、そうそうそう、ナイスタイム。はい、で話戻れまして、そういう8月3日のモデルショーでのアシスタントもするし、他には他には他には例えばこれからこれからそうこれからどんなことしていきますか。パーソナルスタイリストというお仕事があるんですけれども、うん、それは何でしょうか。それはですね、ざっくり言うと、ざっくりざっくり言うと、お客様の、うん、お客様と一緒にショッピングをして、うん、そのショッピングっていうのがファッションなんですけど、服の、うんうん、で、うん、おしゃれがわからない人のために一緒にショッピングをして、うん、コーディネートしたりとか、うん、そのお客様のクローゼットの中を見せてもらって一緒にコーディネートを考えたりとかするお仕事なんですけど、アドバイスしてくださるんですね。そうですね、はい、それは男性もしてくれるんですか。男性も、はい、もちろん。やったなんかね、人に合う色ってあるって言いますよ ね、 そうですね、はい、うん、それを見極めていきながら、多分そういうものって女性の方がやっぱり強いと思うんですよ、うん、男性よりも、うん、そうです、はい、着れればいいですもんね、はい、男性はとりあえず着れればいい、ね、はい、僕なんか今日ね捨ててこ履いてきてますので着れればいいかなみたいな、ね、いやおしゃれな捨ててこですよ、おしゃれですよ、可愛らしいです、白とか赤とか黄色とかね、はい、点々が入っててね、なんかパジャマみたいな感じなんですけど、ね、でも何気に渡辺さんの選ぶものってね結構合ってたりしますよ ね、 すね、結構適当なんですけどね、いつたまどこなんか誰に見てもらったのかなっていう感じ、うん、なんかなんとなく涼しいかなと思ってね、うん、いい感じです。いい夏なので、違うでしょ違うでしょ、似合ってるっていうことでしょ、はい、もう自分だとね、うん、自分一人だとコーディネートがやっぱり偏ってしまうので、そうそうそう、やっぱり人の意見を聞いたりとか、ね、はい、持ってる服と持ってる服とまた違うなんか雰囲気出したりとかできると思うので、うん、はい、すごい需要がね増えそうな感じです、うん、いや増えたらいいですね、はい、そうそうそう、でも知らない人が多分多いと思うので、うんうん、新しいね、はい、ことができる、お兄さんから発信しててどうも、はい、それ発信していこうと思います、はい、で皆様今はラジオで声で聞こえてると思うんですけど、森さんの声とっても綺麗じゃないですか、それで褒められたりというか、この色の方がとってもお似合いですよとか言われたらね、こう買っちゃいますね僕だったら。お店の人と組んでたりして、ね、そうそう、なんとグルだとか。いやでそれこそ容姿っていうのかな、笑顔とかもとっても素敵ですので、ファッションにとってもね最適です。ありがとうございます、はい、ぜひぜひ新しいね、はい、札幌のねファッションスタイリストみたいな人に入ってほしいかなと思います、はい、そうですね、でそれこそ僕はね本当にお綺麗ですので、モデルにも十分通用すると思いますので、ありがとうございます、頑張ってください、ありがとうございます、ね、モデルやっても全然いいですよね、そうそうそう、これお世辞じゃないです、さっきアシスタントっておっしゃった、おっしゃってましたよね、いやでもそれこそ今そのアシスタントとして裏方大変さを分かった上でそれでその舞台に立てばとってもね大きくなれると思いますので、はい、今はちょっと大変忙しいと思うんですけれども、うん、そうですね、でもそれはきっと1年後2年後にはすごく大きくなると思いますので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ではね、ちょっと一区切りもできましたので、実はまたね今日はサプライズを用意しております、前回の放送でね、4歳のね娘さんミュウさん、平井さんのね娘さんミュウさんが、キルトにお電話しました。今日は、このね森彩香さんにキルトとねお話ししていただこうかなと。で実際今日は火曜日なのでキルトの川野さんは知らないです。超ハプ、ね、サプライズということで、ポーパーパー、今電話をかけてもらってます、はい、まあ、リアルなのでね、どういう反応になるか僕知りません。とりあえずね、ユートンコミュニケーションズでお伝えします。どうしたんだろうこれは。これ、あ、かかった。
ではね、森さん全部お願いします。全部投げられました。はい、はい、キリトです。もしもし、マスターですか？はいはい、以前お世話になった森彩香と申します。あら、どうも。あ、覚えてますか？あ、はいはい。今ですね、斉藤さんのラジオで収録をしておりまして。斉藤さん、はい、それでちょっとお電話させてもらったんですけど。はい。お元気ですか？お元気ですか？元気してます。今何してるところですか？お客さん来たところで。忙しい中すいませんね。いえいえ、仕事してました。ね。はい、リアルな番組ラジオ。お客さんビルがいいのかどうかなっていう部分で、うんうん、いや、ただちょっとね、マスターの声が聞きたかっただけなのでね。ありがとうございます。ただそれだけよ。はい。はい、今度スタジオに、うん、それこそね、スタジオですか？はい。お休みの時なら行きたいです。そうだね。あとはね、はい、時々電話させていただきますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、あとはちょくちょく寄るのでね、またサービスよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。はい、ブチっていうことでね。はい、リアルな電話です、これは。えって。あの絵は本物の絵ですよ。つけ電話ですね。そうです。お客さんが来てたんだよね。結構ね、切るとお客さんすごいね、出入り激しいんですよ。僕はこういう風に宣伝してるんですけども、お客さんがいないから宣伝してるわけではなくて、そうではなくて、キルトというね、喫茶店が36年も続いているし、幅広い年齢層の方にね、知っていただきたいかなっていうね、そういう思いがあるんですよ。で、僕もね、それこそ1週間に1回は行ってます、最近。で、それこそ札幌プロジェクトっていうかな、いろんな方面の方が結構集まるんですよ、普通に。だからその方々と僕のそのバイオリンとコラボレーションできないかなみたいなね、そういう打ち合わせをしています。実は今日もね、軽く帰り道に寄ってチョコレートパイを食べていこうかなと思っております。ふぅ、ふぅ、森さんにも僕怒ってあげます。やったー。私じゃんけんに勝ったらね。お得意じゃんけんはい、お得意じゃんけんということで、はい、キルトというお店がありました。森さんはキルトにも時々は行けますか？そうですね、ちょっと忙しいので行けないんですけれども、うん、これから夏休みがあるので、うん、ちょくちょく顔出しに行こうかなと思ってます。はい、マスターとっても優しいので、はい、そうですね、女の子にとっても優しいです。男にはね、キュートです。厳しいですね。でもサービスとってもしてくれるんですよ。はい、もう一杯あげるよってね。はい、はい、まあ、そんなところ、キルト南一条西21丁目、はい、裏参道、36年も続いているのでね、まだまだやっていきます。マスターは58歳9歳60歳、57歳、はあ、していいのかな。めっちゃ元気ですね。そう、めっちゃ元気。すごいですね。めっちゃ元気。20歳の時からお店をね、そうやってるということで、すごい、はい、そう、すごくね、ゆるい感じはいいですね。アロハシャツがすごい似合いますよね。そうで、普通に乗ったりとね、普通にお客さんのところにね、近づいてって一緒に飲んでくれるんですよ。何してんのって、ね、それがいい感じです。面白いマスター。はい、よし、では話戻りまして、さあ森さん、はい、一応アシスタントだとか、いろんなバイト、はい、それこそサポートモデルとかいろいろ興味あると思うんですけれども、はい、具体的に今後どういったね、活動をしていきたいと思っておりますか？今後は、はい、夢、うん、さっきも話したパーソナルスタイリストを目指してやっていこうと思うんですけど、うん、私が行ってる大学はスポーツの大学なので、うんうんうん、全然ファッションとは無関係なんですよ。そうですよね、はい、スポーツとファッションはちょっと違う。そうなんですよ、うん、なので、在学しながら行ける専門学校が、うん、4月、来年の4月からありまして、うん、はい、そこを通おうと思ってる。もちろん今通ってる大学も通いつつ、ね、大変ですね。そうですね、もっと忙しくなるんですけれども、うん、はい、でも夢のためには、でもそれが森さんの選んだ道なので、はい、そうですね、で、人からね、選ばれたものではないので、やりきれるんじゃないでしょうか。はい、うん、頑張ると思います。それこそ今とってもね、声でも皆様分かると思うんですが、とっても元気な声じゃないですか。こういう時っていうのはやりきれるのでね、皆様もぜひ森彩香さんを応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、収録中なのになぜかメッセージが、何はーい。
はい、はい、失礼しました。今何かね、ですね、今あのファックスをいただきまして、あの収録中なのにあのメッセージをいただきましたということでありがとうございます。今実際火曜日なんですよ。はい、あの実はですね、ちょっと私あのフルートのモモなんですけれども、はい、こんばんは、こんばんは、実はですね、ちょっと今、Facebook の方にですね、あの写真を、投稿しました。出したのか、はい、なるほど、はい、もっとどうしたの、今回は、はい、ちょっと前撮りしてますよっていうことで、写真を載せた関係で、そしたら、はい、関係でメッセージが来た。どうした、隠してたのかな。いや、隠してたわけじゃないんでしょうね、はい、ないんですけど、はい、今回はちょっとそういうことでメッセージありがとうございます。ありがとうございます。誰からくれたのってね、誰からでしょう。ラジオネームはですね、聞いたら、ああ、読んでください森さん、読んでください。誰からですか。一番上、はい、佐藤さん。そう、あの佐藤さんです。あの佐藤さんだ、いつもお世話になっているミキサーの佐藤さんからメッセージをいただきました。さすがです、ありがとうございます。あざす、ね、最近あうんの曲、あうんの呼吸があってきました。佐藤さんと、そうですよね、ぴったりですよね。そう、ぴったりです、うん、うーってね、ブーイングくれるんですよね。うーって、他の効果音もっと入れてくれる、ね、そうそう、うーってこれね。まあ OK ということで、はい、はい、まあ、そんなわけで、森彩香さんね、まだ21歳でこれからですね、はい、もう 2,3 年後にはね、僕はモデルとしてね、いるんじゃないかなと思っておりますので期待しています。ありがとうございます。皆様もちょっと森彩香というね、名前を覚えていただけたら、あのラジオカラスに出てんだぞと、出てたんだぞと、はい、出たことがあるんだぞと、はい、僕的にはまたね、 1,2 ヶ月後にまた機会があったらお呼びしたいなと思っておりますので、楽しみです、ね、もしお時間があったらよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで一旦区切りということで、森彩香さん、本日はゲストとしてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、お時間が、ストップウォッチ見てるんですけど41分ということなので、さあ第2 CM 行かせていただきます。プロゴルファー石川遼、献血にアクション、ありがとう。数え切れないほどの人に僕は支えられている。ありがとう、ありがとう。今度は僕が力になる。二十歳の献血、日本赤十字社、ラブインアクション。毎週金曜日午後8時スタート、池永なりのなりきり金曜日。なりきんですよ。音楽あり、美味しいお店の紹介あり、たまにはゲストもあり、何でもありーのバラエティな1時間、お楽しみに。バッドアップル演奏中、フリースタイルバイオリニスト斉藤渡るのマジトーク&バイオリン生演奏、毎週日曜日午後7時から60分の激闘です。新しいエンターテインメントを作る過程をお伝えしていきます。聞かなきゃ損、お待ちしております。シューラー、その男は立ち向かう見えない敵と己の限界、さあ戦え、田口アタックビート、田口ね、田口アタックビートにね変わりましたね。最近田口先生ね、いつもお世話になってるんですけれども、どん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 メニューがね激しくなっております。何が激しくなってきたかと言いますと、あの僕はそのバイオリンのためだけのね、その体作りではなくて、その舞台で踊りながら演奏もしたいというね、むちゃくちゃなメニューをね、あの要望していますので、あのもちろん上半身の筋肉をつけるという、そういうトレーニングもしつつ、足も一緒に動かせというね、ちょっと無茶なことをね、あのメニューとして入れていただきまして、で僕の体ってね、そのバランスがおかしかったんですよ。まあもちろんそういう訓練とか受けてなかったので、そう確かめてみたんですよ。そしたら右足と左足のその長さが違うっていうね、骨盤が歪んでおるとかね、やはりあるんですよ、人それぞれで。それを今あの調整しつつ、さらにその普段使わないその筋肉を無理やり作るとか、その片足の親指で支えて片足で立つとか、でそれでのけぞりながら演奏できるそのフォームを作るとかね、もうめちゃくちゃなメニューをやっており、ついには先週ちょっとね、上半身故障しましたやりすぎということでね、で1週間ぐらい休みましょうって言われてんのに、2日後に路上ライブをするというね、まあむちゃくちゃなことをしてるんですけれども、でね、僕がね考えてるのは、そういう厳しい時こそその自分のできる範囲をね出すと、それでも人が足を止めていただけるかどうか、
ね、僕はそれをね頑張っております。はい、ということで、そうそうそう、もう一丁ありました。ん、ちょっと待ってね、あとで読む。はい、まずねメッセージ読もう。さっきのね、月寒東の佐藤さんからのメッセージ。いつも毎週聞いております。今朝、ずそ、今週から、今週からミキサー担当者が変わったそうで、喜んでおります。放送頑張ってくださいということで、佐藤さんも喜んでおります。違うか。いや、変わってないですよ。今日だけ？今日だけですよ。たまたま、はい、ミキサーのみっちゃんさんに変わりました。はい、そう。はい、本当は佐藤さんですのでね、はい、佐藤さんいつもよろしくお願いします。来週以降よろしくお願いします、ね、そうだね、佐藤さんとあうんの呼吸を合わせておきます、はい、ということで第2ゲストさんのことがありますので、さあ電話しないと。さあみっちゃんさん、あの電話をねピッポパってねかけてください、はい、でね電話番号の時は音を消していただけたらと思うんですよ。そうですね、はい、はい、今度は携帯番号ですのでね、さあこの方も実は日曜日にかけてるんですけど、今日は火曜日ということなのでちょっとリズムが狂うんですけど、岡野さん一緒に頑張りましょう。さあ出てくれるかな、岡野武史さんです。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは、岡野です。岡野武史さん、今日もよろしくお願いします。ラジオカラスの斉藤渡でございます。はい、はい、第3回目の放送になりましたね。あ、そうですね、はい、はい、1回目、2回目、そして3回目とどん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 良くなってきてますので、この調子で、ね、はい、お互いに良いものを作っていきましょう。はい、よろしくお願いします。時間もちょっと押してますので、まずは例の文章を読ませていただきます。はい、お願いします。はい、97ページ、ポジティブな側面に目を向ける。これを実行すると成功する可能性が高い。これを実行しても失敗する可能性がある。これらはどちらを言おうとしていることは同じですが、成功するというポジティブな側面に目を向けるか、失敗するというネガティブな側面に目を向けるかで心の状態が全く違ってきてしまうのです。言い換えると、直面している状況が同じであっても、ポジティブに解釈するかしないかで心の状態は変わるものなのです。だからポジティブな面に目を向けることが大切なのです。はい、ありがとうございました。はい、そうしましたら斉藤さんに読んでもらいました、はい、このポジティブな側面に目を向けるについて、はい、私の考えはもう少しよろしくお願いします。話させていただきたいと思います。はい、はい、先ほどありましたように、成功する可能性が高いというのと、はい、失敗する可能性があるという場合でしたら、成功する可能性が高いというようにしてほしいと思っています。はい、で、成功するといったポジティブな側面に目を向ける癖をつけると、心の状態が随分変わりますよということです。はい。で、自分の発する言葉っていうのは、自分自身の耳で、まあ、聞き取っていることになる、うん、ということで、まあ、自分の頭の中にとても強い印象を残すことになります。はい。はい。で、ポジティブな発言が、極ポジティブな思考と行動を呼び込むことになります。うん、うん。はい。うん、だからこういう肯定的な言葉を自分にも周りの人にもどんどん与えていくようにしていきましょう。はい、ね、あとは人を褒めること、そして自分を褒めることも必要だと思います。うん、そうですね。あのリーダーとかはこう部下を褒めたり叱ったりしますけれども、うん、まあ、褒めるのと叱るのとの、この割合っていうのはどれぐらいがいいと思われます？斉藤さんはどう思いますか？7対3か8対2ぐらいでしょうか？そうですね。うん、80% 褒めて、20% 叱るという割合が一応いいと、一般的に言われています。8割褒めよう。うん。ただこの叱る、2割叱るというのも、うん、ただ叱るっていうのではなくて、はい、やっぱ愛情を込めて叱るということが、そうですよね。ダメダメダメって言ってもなんですよね。はい。はい。だからその部下の今を認めてあげた上で、将来を示唆したり、ミスや誤りを、まあ、指摘してあげるという、こういう対応が必要だと思います。はい。で、このことは、まあ、自分自身にも当てはまることだと思っています。はい。反省することも、もちろん必要なんですけれども、自分を褒めてあげるということも必要だと思います。はい、で、例えば寝る前に、まあ、自分の今日一日を反省するという人はいると思うんですけれども、
意外とこの自分の今日一日の良かったところを褒めてやるというようなことはあまり、されてる人はいないかなと思っています。そうですね。はい。そうやろうとしてもね。そうですね。で、これは何も他人が評価してくれたことでなくてもいいと思っています。はい。自分で今日は頑張ったなと思ったことを褒めてから寝るように。はい。もらったらいいと思います、うん、で心の状態がやっぱりこれをやると変わってくるのが分かってもらえると思います、はい、でやっぱり人から言われて気が乗らないままに やってもやっぱり身につかないっていうのがあって、うん、はい、やっぱり好きになって自発性を持って前向きにそして積極的に取り組めるようになれば、面白みというのも分かってきて苦痛などを感じることなくこうメキメキと力をつけることになると思っています、はい、ですので、まあ、これからぜひポジティブな側面に目を向けるとともに、まあ、人も自分も褒めるということを、まあ、意識するようにしていてください、はい、ということで、で、まあ、今日も斉藤さんからリクエストがあった、うん、今日の教訓、今日の教訓はい、用意しましたんで、はい、まあ、これ最後、最後斉藤さんとまた交互に読みたいと思います。叫んで終わろうと思いますはい、それでは今日の教訓です、はい、お願いします。いきます。はい。ポジティブな側面に目を向けよ。肯定的な言葉を自分にも周りの人にもどんどん与えよう。人を褒めよ。自分を褒めよ。心の状態が変わってくるのが分かります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これいいですよねいいですね。多分一人で言うよりも他の人が共に言うことによっていい、ね、はい、何か共感も得れるし、聞いてる側もおーってみたいなそうですね、そういうものも、はい、なっていくと思いますの で、それがね、ちょっとずつ他の人にもね参加できるようにもって形づけれたらなと僕は思っております。はい、はい、ということでね、また来週も、はい、今日の岡野のコーナーみたいな形でよろしくお願いいたします。はい、そういうことで、はい、また来週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します、はい、失礼します。はい、プチっていうことで、本日の岡野さんのコーナー、岡野さんのコーナーっていうのがおかしいんですけれどもこれね、みんなの笑顔が見たいからっていう方なんですよ。で、それが Facebook としてその岡野剛さん、間違えた、岡野武史さん、名前間違えるなっていうかね岡野武史さんが、人の名前間違えるの最近チーン、もうねダメなの最近僕頑張って何はい、話戻しますね。岡野さんが Facebook の中で自主出版したんですよ。なので、本屋さん、書店とかね、インターネットではなかなか買えません。Facebook でのつながりの方たちにお配りしているもので、で、僕はそれこそいろんな方に見てほしいので、僕は100冊とりあえずね取り寄せました。で、今はねもう 5,60 冊ねお配りしたし、あと 3,40 冊ある中で、僕はそのままお渡しするというよりも、いろんな活動の場あるんですよ。福祉施設だったり幼稚園だったり、いろんなイベントのところで、そういうところにね、それこそタダで置かせていたくださいみたいな形で、こういうこともして、行きの僕がそこで演奏したんだぞみたいな足跡がね、少しでも残ったらなみたいな、そういう形です。で、実際の価格は1260円ですので、ご興味あったら、Facebook ページ癒しと笑いと感動のページ、癒しと笑いと感動のページで検索すればいけます。ホームページで15万人のいいねがついており、Facebook 上の個人ページの中では日本一です。それだけのね、いいものを書かれていますのでね、よかったら見に行ってください。僕のブログもね、この岡野さんの言葉をね引用させていただいております。斉藤渡るブログって検索すれば僕のブログも見れますのでね、これも機会あったら見てください。残り時間もあとわずかとなってきましたので、最後の一曲でね、この最後の一曲はね、先週ね、タイスの瞑想曲、マスネ作曲のタイスの瞑想曲を、1分ぐらいしか弾けなかったのでね、その続きをね弾こうと思います。残り4分なので、あと3分ね、ちょっと続き入れからなんだけどね、C というところからいきますね、弾かせていただきます。 C からいきます。
はい、ありがとうございました。マスネ作曲のタイスの瞑想曲を演奏させていただきました。ということで最後のエンディングテーマ、田中誠二さんのビューティフルサンデー、そう今日は火曜日だけどビューティフルサンデーということでね、皆様が聞いてるのはサンデーです。また明日から月曜日から会社、学校、ジム頑張っていきましょう。僕はジムです。そうちょうどねこの日曜日のそのこの時間は友達の結婚式で僕は演奏しております。その友達っていうのは、それこそストリートで何回もやっててリピーターの方で、その方が結婚するので結婚式で友達として来て演奏してほしいと、断る理由がないということで、ね、僕はやらせていただきました。そんな中でね、はい、今日は素敵なゲスト森彩香さんをねお呼びいたしました。最後にね森彩香さん、今日のラジオどうでしたか、楽しんでいただきましたか。めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。 めっちゃ楽しかったです口噛んじゃいます、すいません。めっちゃもうやめてください。恥ずかしい。はいね、はい、もじゃもっと喋ってね、まるちゃん。あ、すいません。どうでしたか。いや楽しかったです、本当に、ね、ありがとうございます。近くでバイオリンの演奏聞いてみてどうでした。いや、これ聞くことないと思う。いや、すっごい癒されました。癒されて、はい、よかったです。やった、やった。日頃の疲れが取れました。うん、はい、それこそね、ちょっと時間あったらまた1ヶ月後、2ヶ月後にね、はい、また来ていただきたいかなと思っておりますので、はい、はい、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、また毎週この岡野さんの道徳のコーナーみたいなことをやっていきますのでね、まあそれも皆様もね、ちょっと耳を傾けていただけたらなと思っております。ちょっと夏でまた暑くなるんですけれども、僕はさらに暑いねラジオやっていきますのでよろしくお願いいたします。ということでまた来週、ありがとうございました。斉藤渡でした。バイバイ、バイバイ。待ってる。